革命期バルブレイブ。生まれは大津く、性格は至ってウェッティ。だけど名前はアードライ。アードライ役の福山潤です。ハノン役の宮野守です。空気役の加地幸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、8月のバルブレイブウェブラジオの配信、僕たち3人がお届けすることになりましたよ。大変だ、大変ですよ。いや、でも僕は、と宮野は、あの、前に1回ね。そうなんですよ。そうらしいですね。大阪亮太の、ハルトは、ナイーブリッツンデーゲンっていう番組に、ね、罰ゲームとして来てる。そう。聞いたところによると、罰ゲームの2人は罰側の人だって聞いたんですけど。そう。俺たちはずっとゲストだと思ってたんだけど、本編を始めて終わった時に、あれ、俺たちが罰ゲームだったんだって。発覚したの。大阪君にとっては招かれざる客だった。そうそうそうだった。なるほど。って言って、あの、だから、動画とか回ってないで、パンチとかやめてもらって。大丈夫だよ。みんなのイメージにはちゃんと練り込まれてるから。伝わってるから、今のパンチのタイミングが。本当ですか。そうなんです。地味に痛いんですけど、あと、僕一個気になってるんですけど、大体4人で行動してたと思うんですよ。4人？お前は真面目だな。いや、そう。だって、大切な仲間が1人。いや、今だって4人いるじゃない。諏訪さんがいるじゃん。作家さん、作家さんでしょ？この人、イクスじゃないですよね。イクスの人じゃないですよね。まあ、そうだ、メガネかけてるけどね。だから、しっくりは来ているんだよ。じゃあ、いっか、いっか。はい。ということで、まあ、カジも今回初めてということで、この3人でお送りしたいと思いますので、ただしですね、これ、番組のタイトルが、なんかその前のシリーズの時から、今回になってから、パーソナリティが変わるにあたって、番組の名前が変わるそうなんですよね。サブタイトルみたいな。なるほど。だから、ちょっと俺たちの今回担当する8月のこのウェブラジオのタイトル決めようじゃないかと。なるほど。なるほど。この3人でのラジオのタイトル。そうです。3人でのラジオ。でもやっぱりね、なんかカジ君、なんかそういういいタイトルある？いいタイトルか。まあ、クーフィアといえば、ボックスアウトだよね。クーフィアといえば別に。確かに。それ、良平君がそこのセリフばっかり言うかもしれない。だってクーフィアずっとボックスステップを踏んでるけど。踏んでないです、踏んでないです。ボックスステップ。アウトじゃないじゃないですか。ボックスアウトとステップは全然違いますよ。違いますね。2ステップでもいいですよ。よくないです。クーフィアサイドステップでもいいです。よくないよ。リズムは裏でね。おい先輩たち、君たちはどうなんだ。そう、先輩だぞ。先輩、もう何なんですか。どうですか。そうですね。なんか、吉政ってどっかに入れたい人。俺もね、それはね。そうですね。いや、俺もそれを考えてて、そうだ。4人じゃない俺たち。そうですよ。誰のが固い絆でなんか結ばれてる。君が3人の。なんで、おい。おい。自由だな。先輩だけど、おい。お前の情緒、おい。おい。イェーイ。情緒なんてクソくらいだ。で笑いすぎ、あの、打ち合わせで、巻き気味でみたいなことありましたから、ちょっとコンパクトに行きましょう。喋るスピードは巻いてるよ。そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない。巻いたことがない。じゃあ今回巻いてる。巻きました、おまけ。おい！そう、吉松さんは入れましょう。吉松さんね。そうですね。だからやっぱりね、俺の中で、今回吉松がいないから、やっぱり吉松さんと一緒にやりたいっていうのがあるから、革命期バルブレイブウェブラジオ、福山潤と宮野守と梶裕貴の、いつも心に細谷吉政。ああ。いつも心に。いつよし、いつよしね。もしくは、細谷。いつよしにしちゃうの？いいね。いつよし。結局何なんですか？だから革命期バルブレイブウェブラジオ、福山潤と宮野守と梶裕貴のいつよし。じゃあ、いつよし？いつよし？いつよしにしよう。あ、いつよしいいね。いつよし。これ、細谷さんどんな気持ちでこれ聞くんだ？じゃあ決まりましたね。そうですね。いつ行くでもいい。いつ行く？どっちですか？ちょっとグッとグッ、来ない。いつ行く？ただ問題はね、吉松消えたね。大事だよ。いや、いや、いくつライン残しで。うん、そうで。そっちで行こう。あ、なるほど。いつ行くで行こう。いつ行く？いつ行くで行こう。じゃあ、いつ行く？うん。今だって。ダメですよ、それ。結果そっちになっちゃう。じゃあ、行くは漢字、あ、漢字、カタカナってことですね。そういうことで行こう。いつ行く？いつ行く？あ、そっちでいいですね。そっちで。いつ、そっち、カジ君が決めてよ。そう、カジ君が決めていいよ。いつ行くなのか、いつよしなのか、どっちがいい？それが全然違うのでもいい。うん、いいよ。全然違うのがいいな。ダメでしょ。じゃあ、今の尺何なんだよ。ダメダメダメ。そんなのカットじゃん。全然
違う方向性で一回聞かして。あの、一回聞かして。まだタイトル決まってないんだけど、うん、俺疲れちゃうから。最後まで。一回聞かして。本当に。どういう方向性でいや、いや俺いいと思う。いついく、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 吉政でいいですか。あ、いいですね。いついく、いついく、吉政。いいですね。決まりました、決まりました。じゃあタイトルコールしましょうかね。はい、いきますよ。よし。シーズンが放送されていた革命期バルブレイブのウェブラジオセカンドシーズンがスタートする10月まではパーソナリティをシャッフォーして月1配信でお届けします。よいしょ、こんなに盛り上がったオープニングだけど1回の放送切りだぜ。そう、じゃあこのタイトルコールももうできないんだね。できないかもしれない。こんな尺さばいて決めたの。尺さいて決めたの、いいね。無駄なことに意味があるんだよ。そうだね、もしいいことやった。無駄なことしていこうぜ、中地くん。無駄だな。はい、ということでですね、まあ、革命期バルブレイブのファーストシーズンが終了しましてね、まず10月からセカンドシーズンが始動というところでございますが、我々はもう、うん、そのいわゆるこのバルブレイブの言ったら、まあ一つのね、はい、まあなんかこうキャッチーな言葉にもなってますが、うん、プレスコ収録をしてやっております。あ、そうです。今、うん、我々も収録しております。はい、返事、元気な返事なだけでしたね。いや、カジ君、セカンドシーズン収録どうだい？カジ君はどうなんだい？カジ君はどう思ってるんだい？セカンドシーズンのプレスコ、どうなんだい？もう一回言おう、セカンドシーズンのプレスコ、どうなんだい？はい。カジ君よ。あの、その、だから、顔とか伝わらないから。あの、吉田さんに伝えてやれ。東大吉田さんに伝えてやれ。聞く気あります。まあ、プレスコはね、うん、あの、引き続きこう、うん、その、自分、興味ない。それを見せたい。今の顔を見せたい。ちゃんと聞いてくださいよ。俺、すげえソファーが見えたもん。あの、だから、プレスコっていうところは別にその、一期から変わらず、自分たちのその、頑張り次第で、未来が切り開けるわけじゃないですか。何気がついてんだよ。これだ、おい。だから、クーフィアなんて、もう真っ先に死ぬんじゃないかっていうのは、このキャストの中でも。でも、セカンドシーズンまで生き残ったのは俺のおかげだって言いたいのね。なんでそういう。俺が未来を切り開いた。違う違う。俺が主役だと。クーフィア、ボックスアウト。僕もう何も言いません。どうですか、じゃあ始まって、ええ、セカンドシーズンの収録が、なんで急にわかんなくなっちゃうんですか。楽しいですよね。久しぶりにやっぱりみんなと会って、これがバルベールだなって思いました。ああ、やっぱ独特の空気が、他の現場にはない、やっぱり収録の雰囲気がありますね。僕もやっぱり、その、現場に入って、他の現場では絶対ないぐらい、なんかこうね、挨拶にも身が入るね。も、例えば、カジさんがこう来た時にね、うん、なんかこうね、パッと立って、うん、おはようございますって、こう、いつも、おはようございますって来るじゃないですか。うん、もうカジ君見た瞬間に、あ、おはようございます。それぐらい気が、今日もそうでしたね。それやめてもらってもいいですか。あの、そういうことになって、そういうカジ君ってそういう存在なんですか。ピリッと気が引き締まるみたいな。引き締まるだけじゃなくて、カジ君という存在がいることによって、自分たちがどれだけやらなきゃいけないかっていうね、そういう意欲をかき立ててくれるよね。なるほど、なるほど。そのとこどうかな。俺に聞いてるんですか。いや、だからやめてください。はい、もう、ちょっと、いたたまらないんで。金輪際やりません。あ、悪意がある。なんか、いや、トゲトゲしかったですけど。尊敬してるんですよ、僕らは。カジ君を。そうですよ。顔もうすっごい尊敬してるんだけど。尊敬をして、聞いて、聞いて、どうしたらいいんだ。尊敬もしてるし、心から愛しているし。だから、俺らにお前が本当に必要なんだよ。なんでだから、喧嘩売るみたいな、そんな感じなんですか。いや、え、あ、あ？いやー、だから、こういう時にホケアさんが一人いてくれると、あの、僕わかりません。そう。ホセアさんに振ってもそうでしょ、結局。いや、だから、どう思うの、ホセアさん。あの、いいと思うよ。あるじゃん。似てる。そういう感じ。だけど、僕こうなった時にホセアさんに振ると、一回終わりってなるからいいんですよ、だから。あ、なるほど。そう。じゃあちょっとやってみる、それ。さ、次行きますよ。もうこれ、結構尺切っちゃってますからね。はいはいはい。これ、プレスコが始まってますっていうのをやったら、今度ファーストシーズン振り返ろうって言ってますけど。もう振り返ったんじゃないかな。じゃあ、いっか。ということでね、リスナーから届いたメッセージを紹介していきましょう。題して。
え、皆さんは、うん、自分は女子力が高いかなみたいなところはブリッツンデーゲン。お前自由な子供じゃねえだろ、ブリッツンデーゲンって。自分も似たようなもんだったじゃん。そうですか、そうですか。まあでもほぼほぼ文消えちゃってますけど、うん、そうだね。まあ女子力が高いと、うん、お弁当とかご飯をよく作るから、うん、で友達に言われると、うん、で皆さん僕らは女子力高いと思う瞬間はあるかどうか。料理得意な人いないいない。あれそうなんすか。料理得意って得意。いや僕はそんなしないですね。料理されるのは得意かっこいい。いや今まさにですよ、ね、かっこいい。あ何俺たちに料理してほしいってか。いやさらにまな板準備 OK もうだいぶ切り刻まれてなめろう状態です。わー例えが何ですか例えが何なんだよ料理の話でしょ。上手。俺なめろう好きだよ。で、なめろうごめん。なめろうは少なくていい。量、なんか。だって、あの、カツオの叩きを超えたわけだよ。ね、だいぶ叩き。そこに味を加えちゃってるんだよ。いいです。俺のために時間割かなくていいです。料理が、うん、ね、二人、例えば料理は、うん、僕の中だとなんか二人とも料理上手そうな、うん、なんか手先器用そうなイメージあるんですけど、まあ、勝手なお前のイメージだもんな、それは。じゃあ、宮田、どの料理がいいこと言ったつもりだぞ。どれがうまそう。どの料理がうまそう。どの、うん、お前の勝手なイメージをもっと押し付けてくれよ。そうですか、うんうん、なんかパスタとか。パスタ作っちゃうぜ。どっちなんですか。さっき手あげないし、作っちゃうぜだし。お前が作ってほしいの作っちゃうぜ。俺をくどいて。ミートソースかい。たらこかい。味はいい。答えが分かんないですよ。ウニクリームかい。料理すんのかしないのか。だけどあいつはきっとアルデンテで作るぜ。いいよ、硬さはいいって。どう、どう、福山。うん、耳たぶの柔らかさ。福山さん、もうそろそろ全部裁かないよ。あ、そう。ええ、俺は何だと思う？得意料理。そうだな。何に見える？得意料理。パエリア。パエリア？それは何？情熱のスパニッシュってこと？いや、でもなんか。気持ち的に合ってるかもね。ちょっとね、そういう、うん、まあ、服装もそういうテンションの時あるし、うん、なんかそういう。うん、あ、なるほど。エキゾチックな、うん、情熱的なとかもうまいのかなって。なんで切れ気味なんですか、うん俺、パエリア、そんなに好きじゃない。あ、ごめんなさい。そっか、そうですか。好きな食べ物は？好きな食べ物？ネギの天ぷら。ネギ大好き。マジか。マジ。ネギ好き？ネギの天ぷら？ネギの天ぷら超うめえ。ネギだけの天ぷら。そんなに食ったことないかもしれない。あの、太い、あの、九条ネギとか見たら太いのあるじゃん。あれをさ、天ぷらにして、あの、塩で食うの超うめえ。うわ、うまそう。うまいね。いいのかな？これで、この話で。カジ君の好きな食べ物は？梨です。その顔やめて。これからの季節だね。そう、ミオさん。ミオさん、気を確かに。かわいいな。僕、果物好きなんですよ。梨好きなんですよ。梨美味しくないですか？いいね、ジューシーでいいね。日本の梨です。ああ、2番目に好きなの？ぶどうですか？種梨がいいのか？そう、いや、でも、結局、巨峰ですね。巨峰か。いいです、好きな食べ物は。女子力の話なんで、料理、あ、もう、いいか。いいそうです、この話。はい、でも、カジ君の女子力を感じたよ。うん。フルーツ好きみたい。そんな言い方してないじゃないですか。僕、フルーツ好き。なんで口くねになってんですか。だから、動画じゃないかも、何も伝わらないし。もう、疲れちゃったよ、最初のコーナー。はい、ということでね、皆さん、本当にメッセージありがとうございました。普通のブリツン電源でした。ブリツン電源。電源食べ物は宮野さんは梅干し。ドルシア軍の4人、ハードライン、ハードイン、クーフィア、イクスライン、普段どういう生活を送っているのか、どんなことをしているのか、なかなかアニメ本編では語られていません。それ、このコーナーではリスナーから届いたお題をもとに、この4人の中で一番〇〇そう。丸まるそう。うんうん。足が臭そうとか。なあ。うん。いいね。なのは誰かがそれか。そういうトークで、4人の知られざる姿を予想していきたいと思います。はい。なるほど。今日は3人ですけどね。先ほど言ったように4人というのは、アードライ、ハーノイン、クーフィア、ヨシマサということで。行くサインじゃないですよ。そこはヨシマサ。中の人の、この4人のことですね。これ面白そうですね。そう。でも話すことはあくまで予想。本編とは関係ないことを僕らはくっちゃべりますので、皆さんですね。はい。参考にしないでください。そうそう。はい。はい。わかりました。いきましょう。ラジオネーム19参加いただきました。ありがとうございます。真夏にちなんで。4人の中で一番、ホラーの類に弱いやつは誰？
なるほど。ドロシアの精鋭たちはね、はい、物理攻撃の汚そうなものに対してはどういった、応対になるのかすごく気になりますと。うん、うん、なんかあの精鋭部隊だからさ、そうですね、やっぱ対人は強いじゃない、そうですね、戦術に関してはものすごい強いわけじゃない、うん、僕は、ただこうね、お化けの類です。だからこそ現実に生きてるからこそそういうお化けの類に弱いってのがあり得るから、ね、意外とこれ役名で言えばいいんですよね、うん、うん、はい、まあでもね、どうしようか、とりあえずじゃあ せーの的に行きます、はい、せーの、ハーグソワイン。わろ気が合わないね俺たち、気が合わないね俺たち、まだ距離あるね、そうですね、まあ一つ目の質問ですから、今なんて言いました、僕クーフィア、なるほど、はい。お化けのタグには弱い。弱い。なぜなぜ。これね、俺ふと考えたの。ああいうことをやっときながら、やっぱりこう、お化けとかああいうさ、現実離れしたものは弱そうだし、あとやっぱり名前がね。クーフィア？だって、うん、クーフィア。うん。フィアは英語で。うん。恐怖。恐怖。うん。クーフィアー、やめましょうか。楽しそう。楽しそう。怖い怖い怖い。怖い怖い福山潤が怖い。それはどうか、それすごい怖い。福山潤がクーフィア。それもう、クーフィアでも何でもないですよ。そういうことですよ。俺ジェイ。そうだ、そうですね。はい、福山ジェイです。僕はイクサインだと。あ、なんでなんでなんで？なんでワイン？ああいうこう、うん、なんか、まあ、学生、なんかみんな学生だとしたら、うん、なんか勉強できるタイプの人って意外とそういうの怖そうみたいな。なるほどね。なんか勉強合宿みたいの知った時に、うんうん、なんか真っ先にそういうのに遭遇しちゃうのってイクサインかな。なるほど。こう触れながら、そうそうそう。メガネの。理屈で考えるがゆえに、うん、信じないよって言っときながら、うん、カタ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 みたいなイメージがあるんで、なんか他の人たちは結構平気そうかなって。うん。うん、なるほどね。ミノさんハーノインって言いました。ハーノイン。ハーノさん。うん。原さん、ご自身やられてますけれども。はいはいはい。どういう感じで？わかりません。わかんない。え、なんで怖い怖い怖い。ダメだ。今度お化け二人いるよ。二人とも怖い。何？竜？うん、知らない。怖い怖い。何なんだよ、それ。超怖い。トークできねえもん。知らねえ。もう涼しくなった。もう怖い怖い。スタチコさんがやってきました。何言ってんの？ 4 人の中で一番ダメを。そうなのは、ダメ男、そうなのは誰でしょう。これ中の人じゃないですか。おい、中の人だったら誰だ、誰だ、誰だ、誰、誰、とりあえず2人ですよ。うわー、手厳しい。ダメ予感たっぷりの、ありがとうございます。手厳しいなー、キャラクターでね、キャラクターで。ダメやな、完全にダメになっちゃったな。ダメだよ、変な方だ、変な方、変な方、キャラクターの方に。まあ、まあ、まずせーの、戻ってから今日最後までさ、行っちゃうんですか。まずせーのでいく、後ろ後ろ。ちょっと考えていいですか。頑張っていいよ。ラジオネームブブハチさんがいただきました。4人の中で一番女の子にモテそうなのは誰。あー、これ難しいな。年上年下全般女。熟女。なんで一番マニアックな方に行っちゃったんですか。まあでもこれ確かに相手によりますね。相手によりけりだね。ちょっと仮にちょっと設定してみようか。熟女、熟女でいきますか。じゃあ熟女に行きましょう。まさかの熟女。熟女でいきましょう。熟女にモテる。うん。そう。でも結局熟女にモテるとなるともうこうなんじゃないですか。ね。ね。こうなっちゃう。もうこうなんじゃないですか。はい。せーの。ハーノイア。あれ？運命感じます。福山さん、運命感じます。今怖い怖い怖い。この後しっぽりいかない？あ、しっぽり行く。運命感じます。そこまで感じちゃってんすか？この後行っちゃうぐらいは。嘘、感じるのはこの後だよ。お前、バカやろ。あー、うるさい。クーフィアってだってでも、ちょっとちっちゃすぎもん。ちっちゃすぎません？あの、なんか年齢とて。お前、本気で女心がわかる。僕年人だな、お前は。お前は僕年人だな。そこまで言うか。僕年人って言って。いや、嫌です。なんでなの？いや、なんでやんの、なんでやなの、言うの、なんで言うの、正当な理由は。うん。なんか、言ったら負けな気がする。俺もそう思う。え、なんで、なんで、なんでクーフィアですか？え？な、逆になんでわかんないの？僕はハーノイぐらいの、あの、ちょっとこう、チャラッとしてて、今のこの若さを謳歌してる、そのぐらいのこう、青臭い感じ、若い感じが、あの、可愛らしいなって思う。そこ、可愛いよねーの方向性が違うの。
ハーノインは多分、塾女さんにとってはもう、あ、可愛いわ、可愛いわね、やんちゃしてて可愛いわね。いがちゃってね。いがちゃって可愛いわ。まあまあ、そういう時期もあるわよね。クーフィーはどうなんですか？俺だし、それ、動画じゃねえんだよな。今、主にマイク入ってるのは、あなたのマイクに入ってるからね。うん、そのぐらい今、距離近かったんですけど。皆さんのお届けしてる声は、ね、今の、それ、赤ちゃんとか、犬とかへの、あれですよね、やり方ですよね。そこが重要なわけよ。本当にね。モテるってそういうことですか？そうか、重要、重要。でも、クーフィアにとっては、お前はもう、男だろ。きっかけが何だっていいんだよ。そうだよ。はい。お前はそこで逆に、うんだかーなーって来た塾長に対してお前は男を見せるわけよ。そうだよ。撃つ。今、皆さん聞こえましたでしょうか？ミエラさんと平手と僕の顔がこう、接触した瞬間パチンという音が。あとね、こっちから見たらね、そのパンってやられたら前髪がファッサリされて綺麗だビンタです。え、違う。近づけるとこが大事じゃん、だって。そうだよ。あ、そうなの。あーなよ。あーかわ、あーかわいいまんね、ま。遠くから見てたんじゃないって。あー。そうですよ。こう、呼吸を許せそうでしょ。そうだよ、そうだよ。氷だと思ってたらお前は狼だったって。そういうことよ！でもほら、クーフィア側に、こう、そういう女性に、なんだろ、まだこの、恋愛感情を抱くっていうほど、そういう気持ちがない。クーフィア側に？いや、それはないよ。本当そういうことじゃないよ。だって、ゲーム感覚でさ、やった時に、この熟女というさ、巨大なそのものを攻略してやろうじゃないかっていうのさ、働くのがクーフィアでしょ？お前、お前なんか釈然としないなぁ。前。はい、お前です。お前です。もういいって、このコーナー。熟女攻略。巨大なものを。そこに喜びを感じる。クーフィア。お前。本当にそんなこと考えてるんですか？以上でございます。はい、以上、気が合うね。運命感じない。俺たちの、それが運命感じないのコーナーでした。あんま感じなかったな。クーフィアの革命指南。響くね、声が。いい声だな。グッときた。うん。おい。なんで熟女なんですか？こちらのコーナーですが、レギュラーの方では、証拠役の瀬戸さんがお届けしておりました。今回は、そのクーフィアバージョンでございます。はい、聞いてます。はい、聞いてる聞いてる。リスナーさんから叱ってほしいことを募集して、それを僕たち3人で、クーフィアのように、無邪気な一言で叱咤激励して、面白い！最終的にバッフェで打ちたいと思います。これこれ。クーフィア、どこまで行ってもクーフィアなんだよ。大事らしい。クーフィアらしさ。バーってね、バーって無邪気に答えた後にダダ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 、いいね、結局打っちゃいますか、これ目玉コーナーだね。じゃあ早速早く打ちたい。お名前アトリさんです。ありがとうございます。私は片付けるのが苦手で部屋がすごいことになってます。どうにか掃除をしようと思うのですが、なかなか行動に移せません。こんな私をどうか叱ってください。よろしくお願いします。はい、これをまあクーフィア、自分がクーフィアになった気持ちで、って今俺今からクーフィアね。そうです。俺もクーフィア。俺もクーフィア。3人合わせてクーフィア。はい。はい。ちょっと今のはどうしていいか分かんなかったんですけども。じゃあね。そういう時もあるよ。ありますね。掃除ができない人へのこの叱咤激励、行きましょう。はい。あ、もう行くんですか？あ、もう行く。うんうん。はいはいはい。もうじゃあ順番にバーバーバーって言いますか？カジ君からダッダッダッ。はい。捨てちゃえ！お前を片付けてやる！一人クーフィアだとは思えない奴がいたし、もうなんかね、ほとんどそのポージングに全てのエネルギー使われたから、どうしました？リスナーさんに伝わらないんじゃないかな。どうですか？俺のバーどうですか？クーフィアですか？すっげえ面白かった。ありがとうございます。いい。会心のバーカだったね。そうですね。だってクーフィアになったつもりだとやっぱそうなります。いや、クーフィアならそう言うよ。まあ言うかもしれないけど、でもそれで片付けちゃうと、全部このコーナー、バーカになっちゃうんじゃないかなって。わかんないよ。今の、だからきっと多分、そうそうそう。俺クーフィアは、なるほど。そうなったかもしれないとね。よし、次行こう。お名前がメグさんです。ありがとうございます。私は最近ダイエットをしてるんですが、自分に甘いせいで成果が出なくて悩んでいます。そんな私に3人から叱咤激励をしてもらいたいです。多少きついことでも全然構いません。むしろきつい叱咤激励の方がやる気が出そうなので、パーフェクトンアミーの皆様よろしくお願いします。ダイエットね。はい。ダイエットがうまくなかなかいかない自分に甘いせいで、その人への叱咤激励。もうこれあれだね。
思いついた人からもう喋り始めたら、うん、もう矢継ぎ早に3人は言わなきゃいけないってことでしょ。そういうことだね。それ怖えルールだ。完全なチキンレースだね。そうですね、うん、はい、何も食べるなむしろ食べちゃえここはクラーマンさるまであれ福山さんがまだいてあれあれ福山さんらしからぬどうしたんですかだって俺こいつの正面だから顔すげえ面白いんだよ福山さん今後ろの壁もオレンジだし服もオレンジだし顔もオレンジみたいな今保護色です。そうだね、全部オレンジですよ、うん、全部オレンジ、うん、合成できるかもしれない。何か 3D できたもん今このルール怖いですね。もうじゃあこれでどんどんじゃんじゃんいきましょう。怖い。ひなぎくさんですね、はい、ありがとうございます。私は今年23歳になるんですが、うん、近々飲食店の店長になることが決まりました。俺がよく先にメール見て言わないでもらっていいですか。私より年上の方が従業員さんの中にはいて、うん、従業員さんの中にはいて、年上の方がですね、年上の方が従業員さんの中にはいて、うん、正直うまくまとめられるか今から不安です。そこでお三方に励ましていただきたいです。あ、励ます、励ます。あ、そうですね、23歳にして店長、23歳にして年上が年上いっぱいまとめなきゃいけない。なんだストレスが溜まってハゲが増しますバーカこれ今のはカット要因ですね。ひなぎくさんごめんなさい、カット候補ですね、完全なカット、うん、はい、あやかさんいきます、はい、私は今高校生で夏休みです、うん、それ言うと逆に編集できない、私は今高校生で夏休みです、なので夏休みの宿題がいっぱいあるんですが、うん、まだ一つも手をつけておりません、うん、いつも夏休み終わりの3日前から始めてしまい、学校が終わるまでに宿題が終わったことがありません。お母さんに怒られたりしてやろうやろうとは思うんですが、なかなかやる気も出ず、ぜひこんな私を叱ってやる気が出るようにお願いします。コピペコピペコピペお母さんに書いてもらえばやらないもはやね、もはやね、もはや開き直りが大事、やらない、やらない、以上です、以上です。これいつマシンガンで撃たれてるんですかね。あのね、俺らが今蜂の巣になってるから僕らがね、俺らがね、皆様メッセージありがとうございました。以上、クービアの革命指南でした。はい、革命機バルブレイブウェブラジオ、福山潤と宮野守と梶裕貴のいつ行く吉羽さん、エンディングの時間です。なんだ、しっとりした感じかと思ったら、ね、ダメでしたね、やっぱり、しっとりしたの俺らには似合わないよ。そうですね、よかったね、ふざけたね、ふざけましたね、飲まれちゃいましたよ、いいよね、楽しかった。でも3人だけども、なんか4人な感じがした。そう。ちゃんとこの、いつ行く吉政がね、優秀なタイトルですよ、これ。いくも入ってて、吉政も入ってるっていう。そばにいるよって。そばに。エイサさんのね、このタイトル。たまたまさっき出てきましたから。そばにいるよって。そばにいるよって。いや、楽しかったな。楽しかった。どうしたんですか？え？え？なんか、カジ君。目にクマができてる。元からですよ、それは。大丈夫。もう相当疲れてるみたいな。そんなに疲れた？まあ疲れたよね。いや、楽しかったです。楽しかった。ほんとほんとほんと、よかった。もう、カジ君に楽しんでもらうためだけに頑張ってたから。そうなんですか。カジ君に楽しんでもらうためだけに俺声優やってっからさ。声優自体責任重いな、俺。そうだね。超楽しかったです。やったー、もう、やばい。よかったよ。声優続けよう。よかった。重いわ。